ベンジャピー、どうもカンタです。皆さんはラッパーゾーンという男の曲を聞いたことがあるでしょうか。ゾーンさんというと過去に行った飛行に関することから現在の温かい家庭に関することまで、とにかく等身大のリリックで多くの人の共感を呼んでいるアーティストですよね。またそんなゾーンさんのレベルの高すぎる韻については全く違う言葉がつなげられているということで、飛距離のある韻とも呼ばれています。そこで今回はそんなアーティストをゾーンを知る上で絶対に知っておいた方がいい5曲を紹介したいと思います。楽曲についてだけではなく、これまでのゾーンさんの人生についても振り返っていきたいと思うのでお楽しみに。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず1曲目に紹介するのがゾーンの代表曲でもあるこの曲、レップです。横浜を代表する浜の怪獣ことマッチョさんと共に作られたこの楽曲ですが、ゾーンとマッチョの夢のコラボということで大きく話題になりましたよね。この曲のタイトルにもなっているレップとはレペゼンするの略であり、ゾーンさんは地元の東京と葛飾区、マッチョさんは横浜市をレペゼンしているからこそ履けるパンチラインが散りばめられています。またこの楽曲はゾーンさんにとって一つ大きな転機だった時に出された楽曲でもあります。この楽曲が出される前にゾーンさんはそれまで所属していた昭和レコードから脱退。昭和レコードというとラッパーハニャさんが主催していたレベルですが、30を区切りとして仲間たちと新しいことに挑戦したいという思いで脱退。そんな経緯があり脱退してから出されたのがこのレップという楽曲です。このレップという楽曲ではゾーンさんにしか開けないパンチラインが連発。少年時代に飛行に走っていた時をサグライフと表現した上で、最愛の嫁にもサプライズ、サグライフじゃなくハグライフというように飛行ばかりの過去から生まれ変わり、自身の家庭の大事さに気づいたパンチラインを残し、さらに曲の終盤には葛飾区に来なおもてなしする、俺は滝川クリステル、でもトシヤがマリファナ売りつける、という滝川クリステルとマリファナ売りつけるという一見全くくっつかないような言葉で韻を踏んでしまっています。またこの楽曲でのもう一つの見どころとしては、フューチャリングしたマッチョさんとゾーンさんがお互いにリスペクトしているところが様々な部分から感じられるところです。ゾーンさんはワンバース目で歌広でオジロ、ラッパーがスーパーヒーロー、変わらずな進路、約何年経ったろ、パクられ刑務所で泣くなんてやだろといったように、オジロザウスの名曲エリアエリアから約何年経ったろをサンプリングしています。またゾーンさんは過去の飛行から足を洗ったということで、フックに関しては街を歌い地元をレップ、どこからでも火を起こせる、仲間たちはウィードとコケイン、俺はいらねえビートよこせと言っているのに対して、マッチョさんのフックは少し違い、どこからでも火を起こせる、仲間たちはスピードにコデイン、俺はいらねえウィードよこせと言っており、ラッパーとしてお互いをリスペクトしていつつもそれぞれのスタンスの違いがあることが分かりますよね。どちらのラッパーに関してもそれぞれの地元に根付いており、現在でも地元に根付いて活動しているからこそ吐けるパンチラインがたくさん生まれていた名曲でした。続いて紹介するのがゾーン・ザ・ダークネス時代の名曲、震えて眠れです。この楽曲はゾーンという今の名前になる前のゾーン・ザ・ダークネス名義で出された名曲です。そもそもこのゾーンという名前ですが、どのように決まったのかというと、アニメあの花の主題歌でも有名なシークレットベースを生み出したゾーンというバンドが好きだったためにこの名前になったとのことですが、今とは違いラッパーとして成功を夢見ているゾーンさんの当時の心境が赤裸々に綴られています。ゾーン・ザ・ダークネス時代に出された楽曲ということで、リリースしてから10年以上が経っていますが、今でもゾーンの一番の名曲はこの楽曲だという人も少なくはありません。ラッパーゾーンがラッパーとして夢を掴むために覚悟を決めたということがこの楽曲から伝わってきますよね。実際に歌詞の中でも、チャンスとのすれ違いざま、誰も皆口を揃え一握りだと言い上がる、言い余らず一人きりだとしても俺はやる、リリックを見る限り精神的にも肉体的にもかなり追い詰められた生活をしているということが見受けられるのですが、そんな中でもラッパーとして夢を掴むことを諦めずがむしゃらに進んでいくラッパーゾーンの覚悟がこの楽曲から読んで取れます。本当にゾーン・ザ・ダークネスという名前がある通り、当時のゾーンさんの楽曲からは何か闇を感じる一方で、ラッパーとしてそれで夢を掴んでやるというハングリーさも感じられますよね。また当時からゾーンさんならではのパンチラインがたくさん生まれています。成功が努力よりも先なのは辞書だけだ、保証もないものに一生をかけな、それでもその扉が開くとは限らない、だが夢も見れないような男に先はない、おそらく今知っている皆さんとしては、現在武道館公演やアリーナ公演を成功させているゾーンさんが過去にどんな苦しい経験をしながら今の成功までの道を駆け上がっていったのか、また当時からラッパーゾーンがどのような思いを胸にラッパーとして活動を続けているのかということがわかると思います。現在働くのが辛い人や学校に行くのが辛い人ほど聴いてほしい名曲です。続いて紹介するのがゾーンを代表するあのパンチラインが生まれた名曲、マイライフです。このマイライフという楽曲ですが、ラッパーゾーンが先ほども紹介したハンニャさんの昭和レコードに加入し、名前を2014年にゾーン・ザ・ダークネスからゾーンに改名、その後リリースしたザ・ダウンタウンというアルバムに収録されています。この楽曲のテーマを一言で表すと、ラッパーゾーンがどういったものによって成り立っているのかというのが分かる楽曲です。最初のバースでは自分自身が行っていた塗装工としての仕事について、ゾーンさんというと数年前まで塗装工としての仕事を行いながらラッパーとして活動していたことでも有名ですよね。実際にあるインタビューの中では、月曜から土曜まで働いて現場で仕事して、毎日帰ってきたら家族で夕飯食べて風呂に入って寝る、そんな毎日の生活を仕事中にリックに落とし込んでいるとのことでした。それだけ仕事というものは当時のゾーンさんにとって欠かせないものであり、仕事をすることも大好きだったとあるインタビューの中でゾーンさんは語っています。またこの楽曲で面白いのが、先ほど紹介した震えて眠れのリリックとの
対比の部分。震えて眠れでは毎日の仕事について薄汚ねえ作業着、靴に跳ねたコーヒーという風に語っていますが、マイライフの中ではいつも汚れた作業着、一服するタバコと缶コーヒー、思い通りにいかぬ日常に、ふてくさらに似た憤りといったように、仕事には憤りも感じている一方で、また言い聞かすこれはまだ序章、高く飛び上がるためにある助走といったように、仕事に対する考え方もだんだんと変わっていることが感じられますよね。また続く2バース目では家族のことについて、妻と子供3人との温かい生活についてを歌っており、お前らのためとは思わねえ、そうじゃなくてお前らのおかげ、なんつうか生きる意味を痛感、心が揺さぶられる瞬間といったように、身近にある家族の大切さについてを歌っています。そしてそんな家族や仕事というバックボーンがあった上で、最後にラッパーゾーンとしての生き様についてを語っています。この3バース目で生まれたパンチラインが、あの有名な洗濯物干すのもヒップホップ、毎日身近な幸せを噛みしめているからこそ開けるゾーンさんの最大のパンチラインとなりました。またこの楽曲で面白いところは、ゾーンさんの楽曲にしては韻があまり踏まれていないということなんですよね。それだけ自分自身の生活のリアルを詰め込みたい楽曲だったのかもしれません。とにかくラッパーゾーンといえばまずはこの楽曲だと思うので、皆さん聴いてみてください。続いて紹介するのが、ゾーンさんのある闇について歌った楽曲、家庭の事情です。この家庭の事情とは、これまで紹介した奥さんと子供3人のことと思いきや、ゾーンさんと実際の両親について歌った楽曲です。この楽曲に関しては、ゾーンの楽曲の中でも一番の感動の名曲という声が多く上がっていますよね。この楽曲に関しても、最初の部分と途中の部分、そして最後の部分で歌っている時代が異なってきます。まず最初のバースでは、幼い時にゾーンさんの周りで起きていた様々な闇が深い家庭の事情が歌われています。歌い出しの部分から、人生の最初の方、洗い物の溜まった台所、ママがパパのこと刺し殺そうとしても親は選べない子供、幼稚園のカバンから注射器、家の中が18禁と歌っているように、非常に荒れていた家庭で育ったことを歌っています。最後の部分に関しても、人が聞いたら唖然としそう、誰にも言えない家庭の事情、当時の自分にとって家庭の事情自体がタブーであったことを明かしています。続いて真ん中の部分では、中学時代高校時代に少年院に入るなど非行に走っていたゾーンさんと家族の関係が歌われています。親父が出てた思春期、知らねえホストが寝てた自分家、あんたなんか生まなきゃよかった、こんな家生まれなきゃよかったといったように、ゾーンさんと母親の間での溝は徐々に広がっていき、思春期だったということもあり、ゾーンさんもだんだんと荒れていきます。前を犯罪、逮捕3回、転がる錠剤と愛の残骸、留置所鑑別少年院、家庭裁判所も常連にといったように、ゾーンさんは少年院に何度も入る生活を過ごしていきます。ちなみにこの少年院の時に首席で卒業し、作文コンクールでも賞を取るなど、だんだんと才能を見せていたことはここだけの秘密です。そして最後の部分では、こんな曲は名誉毀損、死ぬほど憎んだ家庭の事情といったように、誰にも言えなかったタブーから憎む対象へと家庭が変わっていったという風に歌っています。そして最後の部分では、感動の展開が待ち受けていました。俺も反省、親も反省、壊れた家庭一緒に再生、今ならどんな過去も愛せる、復縁した二人孫を抱いてるといったように、両親が離婚した後に現在では復縁していることを明かし、結局自分のせい、親だって完璧じゃない人間、悪いなバカ息子見に来い横浜アリーナ、ろくな思い出じゃねえのによう、感謝しかない家庭の事情といったように、様々な過去がありながらも、現在は全員がそれを受け止められるようになったという感動の展開になっています。ラッパーゾーンとしての懐の深さ、そして温かさが伝わってくる最高の楽曲でした。聞いたことがない人は絶対に聞いてください。そして最後に紹介するのが、ラッパーとしての成功の裏にあるある悲しみや葛藤について歌っているこの楽曲、ロストです。このロストという楽曲は EP 925の中に含まれており、この925とは歌詞の中でも出てくるクロムハーツのシルバーガン有料 92.5% から取られているとのことです。誕生日じゃねえ日も贅沢、クロムハーツから連絡といったように、ラッパーとしての栄光を手に入れたゾーンさんが成功の裏にある悩みを抱えているということをこの楽曲で明かします。新小岩の有名なラッパーでも一家団らん、家族との時間減っていった団らん、日曜も仕事ばっかしてて、ある日娘はこう言った、また来てね。ラッパーとして有名にもなり、仕事を続けていくことで家族との時間がなくなってしまい、本来の自分にとっての生活の幸せを見失ってしまったのではないかと疑心暗鬼になる気持ちが歌われています。また最愛の奥さんとの関係に関しても、連れてってあげる嫁さんを銀座高級ブティックでカード切った、今が一番幸せかと聞いたらマイライフの頃だと言った、ラッパーとして成功をつかんだ今ですが、実は昔の方が幸せだったのかもしれないと家族の反応から気づかされることとなります。この楽曲のタイトル、ロストとは失うという意味ですが、歌詞の中でも手にすることはなくすことだったっていう風に歌っているように、ラッパーとして成功し何不自由ない生活を手に入れた一方で、大切な家族などとの絆を失ってしまったように思えるというゾーンさんの葛藤が歌われています。一般的なラッパーというと、貧乏なところから夢をつかみ、その後ヒップホップドリームをつかんでフレキシンしているという様子が書かれていますが、そんな中でゾーンさんは自分自身の幸せは何なのかと今一度自分自身問いかけるというところが非常にゾーンさんらしくもありますよね。この楽曲は比較的最近出された楽曲なので、今後ゾーンさんの楽曲がどのように変化していくのかが非常に楽しみです。というわけで、
ラッパーゾーンの知っておくべき楽曲5つについて紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。やはり日本語ラップを知っておく上でゾーンさんという人物は欠かせないと思うので、知らなかったという人はこれを機に聞いてみてはいかがでしょうか。また皆さんにとってのゾーンさんの名曲があればぜひコメント欄の方によろしくお願いします。ハンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録をお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。今回紹介できなかったんですが、ゾーンさんといえばやっぱりレターも紹介したいところではありましたね。奥さんの連れ子としてやってきたゾーンさんとお二人の子供の関係性についてがわかる、これまた感動の名曲です。一度も聞いたことがないという方はぜひ聞いてみてください。